仕事になっちゃったじゃん。違う、全然違う。今日の短時間と。ひょっこりひょうたん島って見てた？見てない人はないだろうよ。私見？ああ、なんか再放送で見たような気がする。何これ？あ、グリコのおまけだ。仮面ライダーのスナック。昔の家に来たみたいな、うん、この頃は上のちっちゃいやつがよくあったじゃん、首が振るやつ。あこのでかけたの、ああいうぐらいの。あ、そうそうそう。すごいね、レコードとかもすごい。家にあるのどれだ、これ違うよ、うちにあるの、うん、アムラソンいない、アムラソンいない、あれもアムラス、アムラスは高いと思うね、これあるよね、いくらするんだろうね、名前書いちゃったから、うん、でも名前書いてもちょっとはするんじゃないの、2、30年経ったら高いと思う、うん、もう新しいんだよ、うんうん、あー、めんこ、
すごいね。これは多分ジラス。ジラスは。あ、昔こういう水筒あったよね。あ、こういうキャンディーだったよね。作ったやつね。そうそう。うん。この銃を持ってたの。銃。何これ。なんとか聖夜。ここら辺は知らない。そりゃそうですよ、男の、ね、あったね、これここ、ここ、ここ、うん、昨日、ヒロミとファンタの話したんだよ。ファンタ、これアップルじゃん。そうそうそう、ファンタアップルは小学校の時に飲まれちゃった、うん、あ、ファンタグレープ、これ懐かしい。サンキフト、あれ懐かしい。すごい。ファンタグレープがすごい、この瓶が。ペコちゃんのパンです。うん、さっき取った。これ捨てるポンパ。あ、え？これで？キドカラーのポンパク。キドカラーだっけ？森永じゃない？キャラメルのほら。キドカラー。あ、キドカラーか。あ、あ、写真屋さんに置いてあったわ。そうだ。そうそうそう、写真屋さんに。いや違う、日立の。本当だ。日立のテレビなんだ。キドカラー。ああ、言ってたね。あ、これ上番だ。では上はポスターなの？何なの？それが好きなの？また明治村みたいになっちゃった。明治村よりは新しい。うん。ちょっといたずらを聞きしたわけ。安くない？350円だって。
なんかちょっとポツってきたんだけど、気のせい？え？何？